二十六日。一。ものだから。零。遅刻ですよ。どうしたんですかすみません。道が混んでたものですから。一。もう帰るんですかええ。今日はちょっと用事があるものですから。二。学校を辞めるって本当ですかええ。 国へ帰らなければならなくなったものですから。三。鈴木さん、海外旅行には行かないんですね。ええ。飛行機が嫌いなものですから。四。林さん、随分熱い本を読んでるんですね。ええ。レポートを書かなければならないものですから。五。昨日、どうして練習に来なかったんですか ちょっと体調が悪かったものですから。六、タバコをやめるって約束したのに。ごめん、我慢できなかったもんだから。七、<7. S 1> どうして山田さんと喧嘩したのだって、嘘ばかり言うんだもん。八、え、また服買ったのうん、すごく気に入った服があったもんだから。 二十六日。一。ものだから。零。遅刻ですよ。どうしたんですかすみません。道が混んでたものですから。一。もう帰るんですかええ。今日はちょっと用事があるものですから。二。学校を辞めるって本当ですかええ。 国へ帰らなければならなくなったものですから。三。鈴木さん、海外旅行には行かないんですね。ええ。飛行機が嫌いなものですから。四。林さん、ずいぶん熱い本を読んでるんですね。ええ。レポートを書かなければならないものですから。五。昨日、どうして練習に来なかったんですか ちょっと体調が悪かったものですから。六、タバコをやめるって約束したのに。ごめん、我慢できなかったもんだから。七、<7. S 1> どうして山田さんと喧嘩したのだって、嘘ばかり言うんだもん。八、え、また服買ったのうん、すごく気に入った服があったもんだから。 くらい0すみませんきのうれんらくせずにやすんでしまってこまるなあ電話くらいしてくださいよ 1, 1日曜日も部長とゴルフなんですかええほんとうはやすみのひくらいゆっくりしたいんですけど2木村さん給料もらっても すぐに使ってしまうそうですよ。へえ、もうすぐ結婚するんだから、貯金くらいすればいいのに。3。料理できますかいいえ、全然。カレーライスくらい作れるといいんですけど。4。私、最近国の両親に連絡してないんです。ええ、電話くらいしたらどうですか 五。私、痩せたいから、朝ごはん、食べないことにしたんです。でも、パンくらい食べた方がいいんじゃないですか六。6アルバイトで忙しくて、勉強する時間がないんだ。でも、宿題くらい、できるんじゃない七。今年はボーナス、たくさん出たよ。へえ、じゃあ、指輪くらい買ってくれる 八。山田さん、自分の部屋の掃除もお母さんに頼むんだって。本当自分の部屋くらい自分で掃除すればいいのに。二。くらい。0. すみません。昨日連絡せずに休んでしまって。困るなぁ。電話くらいしてくださいよ。 1日曜日も部長とゴルフなんですかええ本当は休みの日くらいゆっくりしたいんですけど2木村さん給料をもらってもすぐに使ってしまうそうですよへえもうすぐ結婚するんだから貯金くらいすればいいのに3いいえ全然。 カレーライスくらい作れるといいんですけど。4。私、最近国の両親に連絡してないんです。えー、電話くらいしたらどうですか ?5。私、痩せたいから朝ごはん食べないことにしたんです。でも、パンくらい食べた方がいいんじゃないですか ?6。アルバイトで忙しくて、 勉強する時間がないんだ。でも、宿題くらいできるんじゃない ?7、今年はボーナスたくさん出たよ。へえ、じゃあ、指輪くらい買ってくれる ?8、山田さん、自分の部屋の掃除もお母さんに頼むんだって。本当自分の部屋くらい自分で掃除すればいいのに。 二十六日。ものだから、くらい。会話例。遅刻ですよ。すみません。道が混んでたものですから。遅れるって、電話くらいしてくださいよ。二十六日。ものだから、くらい。会話例。 遅刻ですよすみません、道が混んでたものですから。遅れるって、電話くらいしてくださいよ。